ここは町田市のバスセンターの中です。一旦はこの市内の乗り降り数のバスがたくさん乗っておりますが、中にはこの長距離バスがあります。長距離の中には関西方面へ出てきます、あるいは東京へ出てきますのがありますが、それ以外にその成田や羽田に行く高速バスというのがあります。今、成田空港のバスが出てきますが、およそ1時間に1本程度出ております。それ以外に、羽田へ行くバスは30分に1本と出ておりまして、これはちょうど今から10年ほどになるんじゃないでしょうか。この開通したわけであります。成田と羽田駅のバスが、この町田市のバスセンターから出るようになりました。大勢の皆さんが出ております。ここからノンストップで行くようになりますので、非常に便利な場所ですが、この位置からちょうど今、成田駅のバスが出てきましたが、同じ場所から成田駅は1時間に1本、羽田駅は30分に1本のスペースで出てきます。おそらくこの後、羽田駅のバスが入ってくるだろうと思っています。今先ほど出てきましたのは成田駅のバスです。その周りには市内各地の路線バスがずっと出ております。ぐるっと抜かすと、このボックスの向こう、あるいは柱の向こうも、